よいしょ。はい、どうも。はあ、久しぶりにここの空気を吸ったわね。ここがツイッチですか。久しいわね。なんかしばらく殺されていなかったようなそんな感覚がするんですけど、はい、どうも、こんばんは。こんばんは、おはようございます。久しいね。はい、4ヶ月ぶりうん、4ヶ月ぶりらしい。まあ本当はもっと早くに番解除をされてたと思うんだけどね。うん、俺がよ、諦めたんだよな、スイッチの芝を。懐かしいな。1週間ぐらいで解除されたと思うけどな、多分そんなかかってないよ。うん、普通にめっちゃすぐ解除してもらったけどみたいな。うん、はい、こんばんは。さあ、ということで今日は雑談ASMR。 だって今日怖すぎて別に何も耳なめとかしてないのに成人向けのなんかやつつけたもん。成人向けのなんかつけたわ、怖くってもう何が引っかかるかわかんないからさ、怖ない。うん、いや恐れるよ、怖いから。できるだけこう、僕は普通にやらせていただいてますからっていうそういうなんかこうね、うん、はい、こんばんは、フォローありがとうございます。ツイッチはフォローの概念なの？ツイッチは登録っていうかフォローなのかな。うん、まあそうね。まあでも怒られてる、まあ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 、まあ、まあでもあれで大体分かったけどね、こうこれはアウトなのねの範疇。うん、よく分かりやすいね。でもやっぱ YouTube さんより全然分かりやすくて助かるなと申されておる。うん、個人的にはそのように考えておる。死ぬ。うん。あ、フォローなんだ。フォローとサブスク。サブスク？サブスクさんって言うんだ。いや、自分ほんとツイッチは普段も使わないから、自分何も知らないんすよ。だからちょっと教えてもらって、すいません、なんか自分みたいな因が入ってきちまって。申し訳ないです。芝がまだ温まってねえのに、お邪魔しちゃって。よかったっすかね。うん。
や本当優しく教えていただけると嬉しいです。何も知らねえただのバーブーなもので、はい、ということで今日はロノでかロノムビでかいよ、おむすびみたいな名前ですね。はい、ということで映画見すぎたので映画を毎月何本見てるかはあんま数えてないんですけど、ロノムビって何、ロノミアとムービーについて語り明かす、あ、語り明かす会の略、うん、へー、他の配信でも使える、へー、怖っ怯えてしまう。いやなんか本当はなんかもっと長いやつにしようかなと思ったんだけど、もう思いつかなかったし、なんかもうデザインもあんまり長いのだとなんか大変だし、一瞬で虹使いたくなるから、やっぱ虹を使わないシンプルなデザインが良かったんだよね。うん、この世の映画網羅した、この世の映画はまだ網羅してない、ごめん、その域にはまだ達してないけど、まあ、今日はね6月に見た映画の話でまして、こう映画に見に行ったお金を経費にしようかなと思います。はい、うん、やっぱしないと、うん、ロノビエ違う、ロノモビエじゃないから、ムービーって言うんだよそれ、モビエじゃないよ、うん、そう配信ですることで、まあ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 いいじゃんいいじゃん、映画の話しようよ、項目何作ぐらい、え、わかんなくって数えてないんだけど、今なんかこの2024年6月に公開された作品一覧みたいなやつあって、でも見たくても見てないやつとかやっぱあるから、なんやかんやなんすよね。なんかまとめて5、6月の話しようかな。うん、マジで全然ね言うて見てないと思ってたんだけど、見てるよって言われたんで見てるみたいですね。うん、ということでということで5月、私っていつから見始めた、4月ぐらいから映画見るのにハマりだした記憶あるから、4月ぐらいかな、あでもこの辺見たな、うん、えでもさ気になるやついっぱいある、やっぱり気になる、うん、私3月なんかロングランのやつとか見たりするじゃん、結構長い間やってますよみたいな、おお結構後に見たりしてるからあれなんだよね、うん、そうだな、でも絶対この辺見たわ、この辺絶対見てる、何か、あ、変な家、変な家見たって話でもしたもんね、変な家を見た話は多分なんかどっかのなんかでやった気がする、最近見たやつから遡っていくか、なんかそうしないとキリがない気がしてきた、6月公開で最近見たやつ下から遡っていこう、うん、でもほんとそんな見てないです、うん、昔に比べたら、ああれ見ましたね、クワイエットプレイスデイワン見てきましたよ、めっちゃ面白かったけどな、クワイエットプレイス知ってる？みんな、でもなんかクワイエットプレイスは知らなかったんだけど、これが3作目らしいですね、なんか見終わった後に調べたんだけど、これが3作目で、2作目だけ見てないんだよね、多分。1作目は見て、
声出したらダメなやつ、静かにしないといけないやつ。まあまあ、だいたいそうだね。うん、まあもうそれで作品の説明10割ついてる。うん、なんか一応クライエットプレイス DM は一番最初のクワイエットプレイス、え、ネタバレせずに言うのもそうやな。クワイエットプレイスの初作が、まあなんかその音出したら襲ってくるやつと家族の話なんだけど、その段階で結構もう化け物が地球に降り立ってから時間経ってるんだけど、その化け物が初めて地球に降り立った日、1日目の話が今回の映画だったみたい。うん、そうそう。でも確かになんていうか、まあその役者さんもさ、喋んねえの全然、本当にマジで喋んなくって、だからその、まあ、周りの環境音とか、あの化け物降ってきた時にドンみたいなのがなってピクみたいなのは、まあ、15回ぐらいあったんだけど。うん、いやほぼじゃないよ。なんかね、結構その結構ゆるいよね。だしなんかやっぱ1日目とされてるから、初作の時のその化け物の特性をみんなもう理解してるみたいな時代じゃなくて、何何何誰誰誰みたいな時だから、結構もう化け物がふ、あの最初に地球に降り立ってきた時になんかもう、うわー逃げろーみたいな言ったやつからもうバーンみたいな、ね、なってた。だから結構みんな喋るよ。うん、そうそうそう。一応なんか初作はね、なんか耳が聞こえない女の子がいる家族だったかな、だからみんな手話で喋るんだよね確か。そうそう。でも今回は全然そんなことないから、だし多分字幕しかなくて、字幕見に行ったんだけど、なんかあのもうほぼ身振り手振りでついてこないでみたいなのやってカッカッみたいなのやって、あ、ついてくんなって言ってんだみたいな。あ、だからすごかったけどね、その役者さんも。そうそうそう、なんかもう頭にさ、指、人差し指、銃向けるみたいな動きして、ついてこないって、みたいなやってんのが面白かったですね。うん。前より、そうだね。なんか前、ごめん。2作目をどうしても見てないから、2作目のことは知らずに、初作の1作目のことを前と呼ぶんだけど、1作目に比べたらだいぶ、なんていうかこうびっくり系ではあるね、やっぱり。うん。そう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 。だって初作の時ってそんなに人を襲われてる描写はそもそもなかったと思う。2、3回くらいじゃない、あっても多分。でももう今回のデイワンはもうね、結構がっつりね、化け物のね、姿とか、もう見える。あと、いっぱいいる。うん。いや、2作目が出てたの知らなくて、そのなんか2作目に出てた主人公的な、主人公じゃねえや。主人公だったかな、なんかごめん、忘れたんだけど、主人公的なキャラが、まあ、デイワンに一応出てるよみたいなのは、ちょっと書いてたね。うん、何日間生き延びるの、何日間生き延びるの。あ、なんかそういう感じじゃないと思う、一応デイワンはね。うん、そうそうそう。でもがっつり襲ってくる。でもその終わりは結構個人的には面白かったね。いい終わりですねって感じ。やっぱいいかって言われたらちょっとどうなんっていう感じではあるけど、まあまあまあ
あーって感じだった。結構ここ最近見た映画の中では終わり方面白くて結構好きだね。あ、こういう終わり方ってなんかこうスルメイカのような味があっていいよねと思って見てたね。ストーリーはなんか これどこまでがネタバレになるのかわかんないんだけど、結構最初の方は、みたいな 感じ。本当に？本当に？みたいな、なんかそんな感じで結構主人公は動くんだけど、理由がお前はそれでいいんか？みたいな、なんかそんな感じなんだけど、結構なんかそれも終盤になるにつれて、うまうま、みたいな。まあ、絶望だからさ、もう、音出したら結構絶望の中で、主人公のその強さが分かってよかったね。やっぱもう、怖いもんない人ってすごいなって感じ。いや、今回は結構面白かったな。私は結構一作目も好きだったけど、一作目は結構なんかこう、賛否あったみたいだからさ。まあ、確かに、一作目は一作目で、お、みたいなところではあったんだけど、私は結構好きなんだけど。まあでも、これは普通に面白かったけどな、個人的には。おすすめ。まあ基本的に見た映画全部おすすめで、私がここ最近見た映画でおすすめできないの2、3本しかないんだけど。そうはならんやろ。あ、それありなんだ、みたいなのはやっぱあったな。あ、それはセーフなんだ、みたいな はある。まあでも、なんかまあその理論的にはわかるかな、みたいな。酷評してるのリアル鬼ごっこ2くらい。リアル鬼ごっこ2は本当にね、もうずいぶん前に見たけど、ずっと覚えてるもんね。悪い意味で。ということで、クワイエットプレイス見ました。ほんと全然見てないんですけどね。あ、見たい映画の話もしていい？あのさ、ワンライフ、奇跡がつないだ6000の命っていう字幕の映画なんだけど、これはめちゃくちゃ見たい。なんか、戦争系の映画好きなんだけど、これ面白そうだなと思って、見たいんだよね。どんなの？あらすじ読みましょうか。あらすじ。1938年、第二次世界大戦直前、ナチスから逃れてきた大勢のユダヤ人難民が、プラハで住居も十分な食料もない悲惨な生活を送っているのを見たニクラス・ウィントンは、子供たちをイギリスに避難させようと、同志たちと里親探しと資金集めに奔走する。ナチスの侵攻が迫る中、ニコラスたちは次々と子供たちを列車に乗せるが、ついに開戦の日が訪れてしまう。それから49年、ニコラスは救助できなかった子供たちのことが忘れられず、自分を責め続けていた。そんな彼に BBC からテレビ番組、ザッツライフの収録に参加してほしいと連絡が入る。そこでニコラスが待っていたのは、胸を締め付ける再会と思いもよらない未来だった。そう。個人的には結構気になってるから見たいんだよね。1回ぐらいしか多分宣伝の映画見てないんだけど、面白そうですね、これ。これだから気になってる。ね、最近はあとあれも見ました。ザ・ウォッチャーズっていうやつも見た。これも面白かったね。そう。ザ・ウォッチャーズは ザ・ウォッチャーズは、結構、なんだろう、起承転結というか、その物語がはっきりしてて、私はすごく見やすくて面白かったな。何が何だか、
よくわかるから、ザ・ウォッチャーズはホラーだね。うん、めっちゃ広告出てくるやつ。あ、そうなん、それは知らなんだな。そうなんだ、これ面白かったね。うん、脱出系、なんか一応それっぽかったね。うん、ホラー好きだな。結構映画は見に行くね。うん、なんか下手な邦画とか、なんか恋愛系とかの方が見ないな。おもんなそうで。結構なんか原作というか、その史実にあったものを元に作ったりとか、ホラーとかは結構見るの好きだね。なんかドロドロしたやつとか好きだね。うん、なんか日本のホラーは、なんかあんまりそそられないね。うん。日本のホラーはなんかあんまりそのなんかこう、考えさせられるようなホラーは少ないから、うん。ザ・ウォッチャーズは、なんかあれです。部屋の中に男女4人ぶち込められて、ね、なんかそれが、なんか、なんかこう、鏡張りの壁があるんだけど、その先に何かいるっていう。その何かに見られて生活しなければならない男女4人の話。みたいな感じですね。説明すると。マジックミラー。まあまあ、そういうことだね。うん。朝になると、マジックミラーじゃなくなるけど、そう、夜だけマジックミラー。うん。なんかでも結構ファンタジーだったな。うん。まあでも面白かったですね。うん。そうそうそう。これもなんか映画をよく見てる人とかが見たら、あんまり面白くないって言いそうな感じではあったんだけど、僕みたいな映画初心者とかが見る分には全然普通に面白かったですね。うん。個人的には好きです。うん。もしかして絵なシーンある？ないです。全然ないよ。マジックミラーって聞いただけで、すぐそうやって。うん。洋画ホラーってグロ寄りなの多い。ザ・ウォッチャーズはどうだったかな。なんか、クワイエットプレイス Day 1もそうだけど、その、あ、でも、グロ、どうかな。Day 1は、もうさ、化け物がさ、ウェーって出てきてさ、みんなさ、どっかに連れてかれるから、直接グロいシーンはないんだよね。一応。そうそうそう。だけど、ザ・ウォッチャーズは、登場人物がそもそも少ないから、そんなに、めっちゃグロいな、なんか、臓物ぶちまけ、みたいなんとかは、別になかったよ。こんばんは、下のバナーの登録し、ねてはわざとですか？わざとじゃないです。ありがとう。まだバレてない。まだバレてない。こんばんは。配信は初見です。はい、いらっしゃい。4人以外は出てこない。いや、ごめん。それは語弊なんだけど、出てくるんだけど、メインがね、その4人だからね、まあ、そんな言うほどめちゃグロいかって言われると、別にグロくないね。グロはないね。ザ・ウォッチャーズは普通に結構、なんかそんなさ、ああ、まあでも、バンみたいなのも、まあ多々ありつつ、でもそんな、めっちゃ怖いかって言われると、全然怖くなかったですね。うん。人間ドラマ。だから最初はそのさ、何か見てる、やつがいるわけで、そいつがなんだっていう
そいつは結局何なんっていうのが前半から中盤ぐらいまであって、後半はそれについてこうなんていう分かっていくっていう感じだから、それがそこが結構こうあーあーあーほえーみたいな、なんかそんな感じだね。うん、あそうそう、最後は結構何があったかは分かるね。2時間ぐらいだったかな、多分2時間半はなかったと思う、そんな長くなかった。ホラー要素まあまあでもこんなもんだろ、映画で見るホラーなんてみたいな感じだった。そう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 、なんかそんな感覚、個人的にはホラーは別に好きじゃないし得意じゃないけど、まあ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 、これぐらいだったら全然怖かったっていうか、ああ面白かったなーの方が勝つ作品だったね、ザ・ウォッチャーズは。うん、いやこれは普通に面白かったですけどね。うん、映画見終わった後好きなシーンとか友達と語り合うの面白いですよね。ほぼ一人だけどね、いつも。さあ次行くか。今なんか言った？なんか言った？出ないよね、やめてよね、あんまり。あ、見たい映画はねもう一個あって、蛇の道っていう柴咲コウさんが主演のやつはめっちゃ見たいな。これもうずっと見たいって言ってずっと見る時間がなくて見れてないんだけど、これめっちゃ面白そうだったな。え、これもうあらすじがクソ面白そうだよ。これなんかねロシア人かなんかが出てくるんだけど、あらすじ読んであげよう。何者かによって8歳の愛娘を殺された父アルベール・バシュレ、偶然出会った精神科医の新島小夜子の協力を得て犯人を突き止め復讐することに復讐することを生きがいに殺意を燃やす。誰になぜ娘を殺されたのか、とある財団の関係者たちを二人で拉致していく中で次第に明らかになっていく真相。必ずこの手で犯人に報いよう。その先に待っているのは人の道か蛇の道かっていう、え、もうおもろいやんと思って、え、あらすじでもうおもろそうだなって思うの。うん、面白そうだよね。そうクソ見てーと思って、なんで？なんで？ってなるよね。なんで？なんで？ってなる。そう。だから気になってますね。なんでがいっぱいあるよね。娘さんが殺されたのなんで、精神科医の人を協力するのなんでだし。誰が殺したなぜだし。うん。っていう、面白そうでしたね。うん。そう。これは面白そう。なぜなぜだよ。そうそうそう。これは見たいなって思ってますね。あとは、でもそんなホラー見てないでしょ。まだ2本ぐらいですよ。6月に公開されたやつだと。あ、ボッチザロックも見ましたね。総集編、前編を拝見いたしました。うん。面白かったね。本当に今まで一回も見たことなかったんだけど、ボッチザロック見ましたね。やっぱり映画館で見ると迫力違う。あ、どうなんだろう、そのアニメで見たことがなかったのでちょっと存じ上げてないですけど、曲がすごい良かったね。やっぱなんかその音楽をこの大画面爆音で聴けるっていうのが多分良かったのかな。うん。そう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 。アニメ見ないんすか？あ、まあアニメはいいかな。総集編の2作目出てたら
行こうかなって思ってるから、まあ普通に、いやなんかぼっちザロック見に行った時に、その全然人いない時間に行くからさ、ガラガラなんだけど、基本的にいる人がみんなさ、マジでお前らみたいなオタクなんだよね。これディスってないよ。うん、そう、そう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 、もうさ、右から左までいる人全部お前らなんだろうなみたいな。うん、そう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 、うん、もしかしたらいたかも、まあ、そうだね、うん、その人ホットドッグ10個くらい食ってなかった、それなら俺そんなに他人の食べてるご飯気になんないな、いつも結構ギリギリに映画館入るし、うん、あの時隣にいたの僕です。いやだからガラガラなんだって、隣に人とかいてほしくないから、基本的にマジで人いない時に行くか、混んでそうな時とかは2席取ったりとか、隣座ってほしくないから、隣に知らない人座ってるの嫌だから、うん、まあでもそんなに、そもそもクワプレもそうだけど人いない時間に行くからな、埋まんない、埋まってない隣の席、わざわざ隣取んないよねっていう、端っこの方で見るし意味わかんない席から見るからな、うん、いやもう端っこの方から見ます。真ん中はあんまり好きじゃないな、なんかさ行くの遅くなるからさ、映画って結構ギリギリに、昔は結構真ん中ど真んで、ど真ん中で見るの好きだったんだけど、結構映画に行くのがギリギリになって、そのさ入り口入ってくるじゃん、結構入り口に近い席通ったりするね、うん、なんかそのすいませんすいませんって言って通っていくの嫌だからだから端っこ、うん、見づらくないな、そんなに言うほど辛いかと言われると別にそうでもないよ、やっぱそのような設計はされてないから。うん、ルナさん映画見るときなんか食べたり飲んだりするんですか？え、する、絶対なんか絶対食べたり飲んだりしてる、飲みはマスターだな、なんか人の多いか多くないかと、あとは時間帯によってはポップコーン食べたりする、なんかね、ほんと難儀な性格なんだけど、人が食べてる音を聞いてるときに自分も何か食べてないとそっちの音に集中しちゃって映画集中できないんだよね。自分食べてたら全然気にならないんだけど、自分が食べてないときに食べられるとめちゃくちゃ気になるから、絶対食べるようにしてるね、基本的には。そうだから、ボッチザロックのガラガラ感ぐらいだったらまあ食べなくても、ボッチザロックの時は一応食べてたけどね、時間が時間だったから、私も、うん、そうそうそう、映画館のポップコーン一食で食べ、ご飯終わりの時あるからみたいな時間に行ったりするから、うん、ちゃんと食べようね、みんなは、みんなはちゃんと食べようね、うん、そうそうそう、って感じかな。うん、ダメなんだよね、そのポリポリみたいなのが映画の静かな時に聞こえるのが嫌で、その基本的にはさ、映画さ、誰か喋ったり音楽流れたりさ、爆音じゃん、だから気になんないんだけど、なんかそのちょっと静かな時、だからクワプレの時も食べてたんだけど、クワプレはちょっと食べて後悔したな、静かな時に音を立てたら迷惑かなみたいなシーンが もうてんこ盛りだったからうん、まあでもクワプレは食べてる人多かったから食べて正解かなみたいな感じだった。うん、
そう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 。うん、ポップコーンの底に残ってる硬いの？え、あーちょっと芯残ってるやつ。変な趣味。うん、そうだねって感じ。ポップコーンはボチザロックはそれを見ました。はい、あとはいやでもほんとそれぐらい。なんか見たいやつは結構あるけどまだ見れてないな。隠し事っていうやつと、あとナイトスイムもちょっと気になったかな。ナイトスイムは結構前から予告やってて、と思って最初は興味なかったんだけど、こんなに予告やるんだったら見てやってもいいなみたいな上から目線になって最近見てるね。でも結局見てないな。面白いのかな、ナイトスイムって。なんかプール、なんかクソでけえ家買った家族がプール付きの家買うんだけど、なんかこのプール変じゃねみたいななって、多分なんかお化けいるみたいな感じ。何も知らない人。うん、そうそうそう。あ、でもナイトスイムはどうかな。なんかあんまりその私の面白い映画っぽいなんかこの金銭に引っかからないというか、どっちかっていうとこの隠し事ってやつの方が結構気になる。これはね、なんかね、これでも予告の映像を見た方が面白いと思うから、各自で調べて予告の映像を見て、あらすじじゃんって感じだから、これ結構予告見たところでは面白そうだったね。まだやってんのかな。多分もうやってないんだよね、1ヶ月経ったし。見損ねた。うん、そう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 って感じかな。6月はそんな感じだったと思います。ほら全然見てないでしょ、3作ぐらいっすよ。うん、そんな見てないっす。うん、じゃあ5月行くか。5月も見てないけどな。うん、いや自分みたいなもんは全然見てないっすよ。ほらほら全然後半に出てて見てないしな。この関心領域ってやつは見ましたね。これ面白かったですけどね。これはなんかでも結構人を選ぶタイプの映画だった。うん、そうそうそう。社会人なら結構見てろ。社会人ニートだからな。僕ニート。うん。関心領域はなんか関心領域見たって話したっけ？で誰にしたのかな？ミヤかな？うん。してない。関心領域はなんか。まあ、これも戦争、これは戦争っていうか、なんかアウシュビッツ収容所ってみんな知ってる？なんか実際にあった話、実際にあった話じゃなくて実際にいた、なんかまあでも史実みたいなんですけど、強制収容所の隣に住んでる家族の話なんだけど、面白かったよ、結構。なんかでもこれは、なんだろう。映画っていうか、なんかめちゃえぐい起承転結があるとか、すっきりした終わり方であるとかではなかったね、結構。うん。結構普通になんか、みたいな。あ、終わったみたいな感じでしたね。
面白かったけどね、結構。映画のネタバレっていつしていいんだろう。ほんと、ブルーレイ出たらしていいのかな。えぐかった。いや、全然えぐくない。なんかパッパが、家族がいて、パッパ、マンマ、息子娘バブーの構成で、プラスまあ、そのユダヤ人の奴隷の女の子が3人ぐらいか、1、2、3人ぐらいいてみたいな感じなんだけど、そのパッパがそのアウシュビッツ収容所の結構なんかそのお偉いさんみたいな、だからもう隣に住んで、もう出社しようやみたいな感じのところです。うん、いや面白かったよ。こういう映画もたまにはいいよなと思って見てたね。まあでも面白いけど、人に勧めるかと言われるとノーだったな。興味ある人が見たらいいと思うぐらい。うん、人に勧めて他の人が面白い映画だったねって言うかどうかはちょっとわからん。うん、私は面白かったけど、なんか関心領域はそんなにグロいとか怖いとかはマジでない。定点カメラでずっと撮影してるんだけど、なんかそのまあ隣に住んでる家族の話だからさ、家がメインなんだけど、基本的にはなんか家の中に何個も何個もカメラ置かれてて、そのカメラがそのカメラで撮ってるから、なんかよくある人の手で人を追いかけたりとかするカメラワークが一切なくて、だからもうずっと切り替わってる、同じ視点でずっとポン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 って切り替わっていく。そのメインの人物が例えば廊下からリビングに行くってなったら、廊下のカメラからリビングにあるあのカメラに移って、でリビングのカメラからまた廊下戻ってお庭まで出てみたいな、そんな感じ。ずっと第三者視点で家族を監視してるみたいな感じだったね。そう、いや面白いよ。うん、いや関心領域面白かったな結構。うん、見てほしいっていう、多分みんなあんま見ないと思うんだけどてかまだやってんのかな、まだギリやってそうだけどね、関心領域は。うん、見てほしい、面白かった、気になる人はねぜひ見てほしいって感じ。うん、感情移入するタイプの作品じゃないね、なんかこれはなんちゅうかな、あ、人間って怖いよねみたいなそんな感じ。うん、なんか別にパッパにそんなに人間怖いんだけど、でも自分が自分だったらどうするかなって思っちゃうね。うん、みたいな、なんかそんな感じだったな。なんかさ、まあ要はさ、隣でさ、アウシュビッツ収容所って、まあ、知らない人のために言うと、めっちゃ簡単に言うと、まあ、ナチスっていうか、まあ、その第二次世界大戦時代のに使われてた、まあ、なんかユダヤ人を収容してた監獄みたいなところで、もう毎日めちゃくちゃ人が死んでるのね。で、そのめちゃくちゃ人が死んでるわけよ、隣で。だからさ、当たり前なんだけどさ、ババ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 みたいな銃声も聞こえるし、キャーみたいなとか、赤ん坊とかが泣いてる声とか、子供が泣きわめいてる声が、もう日中もそうだけど
夜もひっきりなしにずっとずっと鳴り響いてるのね。なんだけど無視なのよ、そこの家族全員っていう感じ。関心領域っていう話ですけど、うん、そう。でもなんかその奥さんはなんかそういうなんて言うんだろう、隣の壁一枚隔てて怒ってることには無関心なんだけど、自分のことというか自分のこの壁の内側の家族のこととか自分の身の回りのことになるとすぐ結構カッカする性格で感情的になっちゃってみたいな、その差がこう対比というか面白い。そう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 、いや面白かった。なんかもっとネタバレしていい、ネタバレありみたいなのにするわ次から。ネタバレありのやつにしよう。なんかどこまでがネタバレでどこがネタバレじゃないかみたいなのが分かんないんだけど、いやでも面白かったよやっぱり。うん、でもやっぱり人は選ぶと思うな。すっきりした割り方じゃないからな。うんって感じ。そうだね、うん、昔見た映画でも結構最近なんよこれ。これ5月24日にロードショーだからまだ2ヶ月、次の8月にやる7月のロノブビの時に関心領域のことを覚えてたら話そう。うん、終わり方話せなかったら。あでもな、結構なそのなんだ、デイワンとかザ・ウォッチャーズみたいな終わり方に結構確信があるやつは確かに終わりを話したらネタバレ感だなって思うんだけど、関心領域って全編の積み重ねにより全部がネタバレな感覚になっちゃうな。まあ気になる人は見てみてください。来月関心領域の話を覚えてたらしようかなと思うので、はい、僕がネタバレ大丈夫な人間だから余計だよね。うん、そう、ルノミアがあんまりネタバレ気にしないからな、ダメなんですよね。で、同じ日に公開されたやつだと馬娘プリティダービー新時代の扉は見に行きましたね。もうなんか5回ぐらいなんか見に行ってますけど、今月ってか先月2回くらい2、3回くらいなんか見に行きましたね。なんでか知んないですけど、うん、最近見てもう一回見たいって映画、ないね。アニメ系以外は、この人間さんがやってるやつでは特にないね。うん。いや、ウマ娘は見たいっていうか、もう見てるし。何回も。うん。ウマ娘はまあもう普通に面白かったんで、ぜひ見てください。ぐらいです。何も知らない僕が見ても面白かった。ルックバックどうですか？あんまり興味ないな。なんか、有名みたいだけどね。うん。まあもうウマ娘は割愛します。うん、娘はもう割愛しますね。クソほど話したんで。うーん、あでも全然見てないかも。あ猿の惑星見ましたね。ここ一番つまらんかったな。え、本当に猿の惑星キングダムをクソ面白いと思ってた人がいたら本当にごめんなんだけど本当にごめんなんだけど、ここ一番見た中で一番つまらんかった。本当に好きな人いたらごめん、本当にいたらごめん。これは本当に個人の感想、お前の感性の方が大事だから本当に。うん、
いや、わからん。大事なのは、私は猿の惑星をここで初めて見たっていう。一応、なんか、その、見る前に本当に、こっから見てわかるのかなと思って、いろいろ調べたんだけど、一応、理解はできますみたいな。まあでももちろん画素見てた方が面白いみたいな感じで、一応その理解ができなかったから面白くなかったとかじゃない。猿の惑星キングダム時代が普通に面白いよ。面白いと思うんだけど、シンプルになんだこれはってなって私がここ最近見た中では一番星の数少ないね。うん。内容が理解できなかったとかではなくて、シンプルにその内容が好みではなかったという、そういうだけです。うん、そうです、だけです。はい。まあでも好きな人は好きだと思うから、気になる人はぜひ見てみてください。うん、ディスる意図は全然ないです。好きな人は好きだと思う。面白くなかったわけじゃないんだと思うんだけど、私は猿の惑星で初めてエンドロールの時に立って映画館を後にしたっていうのをした。生まれて初めてエンドロールの時に劇場を出たかな。うん、本当に合わなかったね。合わなかっただけだと思う。合わなかっただけです本当に。うん、はい、あんまり気にしないでください。好きな人は好きだと思います。はい、って感じですうん、あとは、あ、でも5月はそんなもんですね。ほらな、全然じゃろ、見とらんじゃろ。4月は、あ、ゴジラ×コングは見たって言ったっけ。ゴジコンは、ゴジコンって勝手に略してるんだけど、ゴジコン見たって言ったっけ。言ったよね。うん。ゴジコンは普通に見れましたよ。これも続きものだと思うんですけど、普通にね、あ、へえ、なんかゴジラのこと何も知らなかった。私コングのことも何も知らなかったけど、あ、こういう話なんだって思えたし、これは最後までちゃんと見てた。エンドロールも含めてね。うん、また猿見てる。なんならゴジコンの方が先に見たからね。うん、ゴジコンの方が先に見た。うん、なんか本当に今までゴジラさんに触れたことがなくて何も知らなかったんだけど、でっかいガーみたいなのも出てきて、うわ ってなった。気持ち悪いって言ってた。うん。あ、モスラモスラ。かわいい。なんかお前らすぐそうやってさ、モスラを擬人化して見てるんだろう。もうやめとけってお前ら。あんなにクソでっかいガーがさ、目の前に現れたらさ、うわ ってなるだろう、絶対。可愛くはないだろう。うん。あ、ガじゃないの？あれ、蝶々なの？あ、そうなんだ。失礼しました。なんかいっぱいなんか粉みたいなの撒き散らしてたかなんか、ガかなと思って。あれだって何も知らないんだよ、私は本当に。ゴジラの作品周りのこと。うん。でも明らかに所作に疑問を感じる。所作って何？羽をさ、動かしているだけのさ、蝶々にさ、何の気品を感じ取ってんの？擬人化するな。脳みそで擬人化するな。うん。うん。え、カップリングあるの？意味わかんない。可愛さで言ったら昔のモスラの方が可愛い。何それ？昔のモスラの方が可愛いって何？キングギドラ聞いたことあるよ。でも何か知らない。キングギドラって何？な、
聞いたことあるけどね。恋金魚のでかいやつ？それ違う気がするわ。恋金魚の進化系じゃないよね。ハム太郎とゴジラ同時上映されたことある？ハム太郎さんの方が仕事選んでないだけだから。うん。あ、頭三つのドラゴン、なんか見たかも。金色のドラゴンなんだ。そう。あ、恋キングの進化系はギャロドスか。似てるね。へえ。そうなんだ。そいつも出てくるんだ。ゴジコンには出てとかなかったよ。ゴジコンで出てきたでっかいやつは、ゴジラとコングと、そのなんか、蝶々のモスラと、なんか、まあ、ゴジコン新たなる帝国の敵、ラスボス、みたいなやつは出てきてた。結構悲しい話だった。なんかコング、この世に一匹しかおらん、みたいな話だったな。うん。あとは、なんか見たかな。結構でも昔、あ、ブルーロック見ましたよ、映画。なぜかブルーロック本編全く知らんときに偏った知識だけを背負ってブルーロックエピナギを見てきました。はい、もういきなり映画から見させていただいて、なんか濃厚なネトラレを最後浴びせられたっていう感じでした。うん、そう。総集編、あ、なんかその、ま、今はもう漫画も読んだからあれなんだけど、僕ブルーロックもちゃんとね勉強しました。漫画全部見たんだけど、なんか主人公が潔陽一くんっていう男の子なんだけど、それのライバルみたいなんで出てくる凪誠志郎くんっていう子視点の話。最初潔くんと凪くんって別々のチームなのね。だからアニメとか原作は一応その陽一の視点で進むから陽一のチームがスポットなんだけど、映画では凪のチームに視点が当たってみたいな感じでしたね。うん。あれ寝取られで終わるんだ。めちゃくちゃ寝取られて終わってたよ。私もう笑っちゃったもん。寝取られとるって言ったもん。映画館で寝取られとるけどと思って、え、寝取られって言ったもん。最初にその寝取られ描写が入った瞬間に映画館で一人でボソッと、え、寝取られ寝取られ、あ、寝取られたって言ったもん。いや、周り誰もいない、周りも誰もいないことを確認した上でだよ。うん、エピナギも結構公開されてしばらくしてから見たから人全然いなくって、しかも人いない時間に行ったから、そうだからもう本当に周り全然いないみたいな時に、だし爆音だからさ、基本アニメってちゃんとうるさい時に、え、寝とられって言って、ああ感じだったね。うん、綺麗な寝取られ結構グロかったけどな結構破壊だったけどな。凪との試合で終わりじゃなかった、結構、え、まあでもブルーロックは普通にアニメも漫画ももうやってるから知ってる人は知ってると思うし、これはネタバレじゃないと思うから普通に言うんだけど、展開的にはその潔のチームと凪のチームがドンパチして終わった後に別の、なんて言うんだろう、第二次セレクションに行きますよみたいな感じなのね。でその第二次セレクションでは3人でチーム組もうみたいな、3人でチームを組んでこの先に進んでねってなのね。でその3人で進んでねになった時に、陽一はそのまあ本編でも結構仲良ぴっぴなバチラくんっていう子と、俺はバチラと組むよみたいな
感じなのね。だから、まあ、自分の元いたチームの、まあ、国神かちぎりっていう男の子どっちかを、まあ、待つかなみたいな。結構早めにその第二次セレクションの3人チーム組んでねの段階に潔は結構早めに出てきて、次にバチラが来てって感じだったのね。クリアした順にこう3人チーム勝手に組んで進めようみたいな感じなんだけど、でそこに凪がなんか潔、俺はお前とチーム組みたいから俺とレオのチームに入れよみたいな感じなんだけど、でもヨイチはバチラと組みたいみたいな、だからごめんだけど無理だわみたいな感じになった時に、凪がじゃあ俺がお前らのチームに入るわってなって、レオがえ俺は俺は凪俺はってなって、ごめんレオ、俺ヨイチとサッカーしてんだえみたいな、なんかその感じ、その後ちょっと先で終わった説明としてはネトラレシーンはこんな感じ。うん、もうレオはあのナギを最初誘ってサッカー始めて、ナギはレオに言われたから今までサッカーしてたのね。だけどナギが初めて一緒にサッカーをしたいと思ったのはヨイチだったっていう、そういうやつです。はい、今日はこんな感じにするか。うん、もうこれより前のやつは言った気がするし、うん、最後ブルーロックで終わっちゃったけどはい、てかこんな感じで、ということでもう7月も入ってしまいましたが、しばらくまたちょっとねツイッチでね配信していこうかなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、 YouTube もねやります。はい、 YouTube と Twitch、 YouTube と Twitch みたいな感じでちょっと交互にしばらくやります。明日はコラボ、本田さんと配信コラボします。私は Twitch でやる予定です。はい、ということでお疲れ様でした。ちょっとトイレ行きたいから終わります。では、さようなら。お疲れ様でした。